クリストファー・ジョンカ・カッペンターは、アメリカ合衆国オハイオ州ブライアン出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在はフリーエージェント。2004年 MLB ドラフト7巡目でデトロイトタイガースから指名されたが拒否。2007年 MLB ドラフト18巡目でニューヨークヤンキースから指名されたが拒否。2008年 MLB ドラフト3巡目で シカゴカブスから指名され入団。2011年6月14日に昇格し、同日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。8回一死から登板し、0.2回を無失点に抑えた。ボストンレッドソックス時代2012年2月21日にトレードでボストンレッドソックスへ移籍した。9月14日のトロントブルージェイズ戦で同点の8回1市から登板し、 0.2回を無失点に抑え、直後の9回表に、マウロ・ゴメスの2.3塁打、ライアン・ラバー・アングウェイの犠牲フライで3点を入れ、メジャー初勝利を挙げた。2013年1月22日に、ディーフとなった。トリプル A 級、ポータケット・レッドソックスで30試合に登板し令、小2敗、防御率4.96だった。オフの12月17日に放出された。 2013年12月18日に東京ヤクルトスワローズが正式に契約を結んだことを発表した。2014年は中継ぎとして開幕一軍入りしたが、トニー・バーネットの故障により早々に抑えに抜擢された。しかし、転校後の登板で、計6失点と安定感を欠いたことから再び中継ぎに戻された。6月からは11試合連続無失点を記録し、一時は、 セットアップとして起用されることもあったが、7月26日の横浜 DNA ベイスターズ1000で3失点を喫すると、登録を抹消された。12月24日、契約保留権破棄で自由契約公示された。2015年3月6日にシンシナティレッツとマイナー契約を結ぶが4月28日に解雇となる。サイヤング賞の獲得も経験した MLB 投手。 クリス・カーペンターとは、ミドルネームも含め同姓同名である。ヤクルト所属時の沖縄キャンプでは、米兵からカージナルスのカーペンターと勘違いされて、サインを求められることもあった。ありがとうございます。